皆さんこんにちは。この大東京の舵取りをお任せいただきました。7月7日夜8時投票締め切りと同時に当選確実の一報が出ると小池百合子都知事は支援者らを前にそう挨拶を述べました。小池氏は序盤から選挙戦を優位に進めてきました。蓋を開けてみれば獲得票数291万で2位の石丸伸二氏に約130万票もの差をつけての圧勝となりました。ただ都知事選を前に再燃していたのがカイロ大卒をめぐる学歴詐称疑惑。元側近が公職選挙法違反容疑で刑事告発もしました。小池氏はアラブ通を自称し2016年の都知事就任以降も UAE など中東諸国を訪ねてきました。それだけに学歴の件には敏感になっていました。そんな中でフラッシュ6月18日発売号で疑惑を否定する見解を示したのが小池氏の実兄イサム氏です。さらに週刊文春の取材にも応じこう話していました。カイロに8年住んで3年間は妹と一緒の時期、ある時僕の事務所に妹が来て言った。兄ちゃん通ったよ、卒業しましたって。詐称なんてありえない。都知事選の最中疑惑払拭を後押しするように突如メディア露出を始めたイサム氏。どんな人物なのでしょうか。取引先関係者はイサム氏についてこう証言します。小池氏の3歳上で関西の私大を卒業後国際貿易などを手掛けてきた父裕次郎氏が中曽根康弘元首相に心酔していたこともあって一時期康弘を名乗っていました。近年は外務省などの支援も受ける一般社団法人アフリカ開発協会の理事も務めています。14年にはACE ジャパン株式会社を設立。登記簿の目的欄には工業製品の製造、販売、輸出入などと記され、民間調査会社によれば19年度の収入高は約1400万円に止まります。ところが実はイサム氏は今ヤクザとの間に巨額の投資トラブルを抱えています。そう明かすのは名古屋の公安関係者です。一体どういうことなのでしょうか。イサム氏は昨年サウジからレール型の鉄スクラップレール鉄を輸入するビジネスを始めるにあたり禁酒を探していた。その中で出会ったのが B 氏。名古屋を中心に活動する反社会的勢力の準構成員だそうです。彼が間に入り実際にイサム氏と禁酒を紹介する仲介契約を結ぶに至ったのが A 氏。稲川会系三次団体の構成員と聞いています。イサム氏を A 氏に紹介する際 B 氏はこう囁いたといいます。小池都知事のお兄さんだから間違いのない話だ。前室の名古屋の公安関係者が続けます。昨年12月20日に初めて商談の場が設けられました。イサム氏の話ではレール鉄の輸入1回あたり1億5000万円の費用がかかるが、納品した暁には3億円の返済が見込まれるということだった。一月で日本向けに3000トン、中国向けに4万7000トン販売する計算になっていたようです。すでに1回目の輸入手続きは始まっているものの、これからビジネスとして継続していくためには7億5000万円の投資が必要になると、この巨額の資金調達先の紹介を A 氏に依頼したわけです。1回目の輸入が完了するとされたのは今年3月末 A 氏は改めてその結果を聞きに行くことを約束し、商談は終わったといいます。昨年12月に LC 銀行信用所が開設され、年明けの1月末に海上輸送開始、3月の頭には日本企業に納品され、同月末に代金が回収できるというスケジュールになっていた。一通り洗礼を見届けてから禁酒を紹介したいというのが A 氏の主張でした。同然今年4月4日 A 氏は投資に詳しい人間を連れてイサム氏の事務所を再訪。この時のやり取りを収めた動画を文春が公開しました。やり取りは洗礼
の現状を尋ねるところから始まっていました。 A 氏、どうなっているのか現況を知りたい。イサム氏、最初の工程である L、C の解説が遅れちゃったので、バクラフというサウジアラビアの会社が物を出せないと言っとるんです。今もういっぺんやり直している最中なんですよ。1回目の輸入が頓挫し、一からやり直していると説明。しかしイサム氏は強気です。イサム氏、 ACE が払うから心配すんなと、そういう方向でやっていこうとあがいとるんですよ。レール鉄を2万5000トンというと、買いの価格で500万ドル、つまり7億5000万円から8億円。これを何らかの形で用意しようということに、サウジからの鉄輸入に際し、必要な資金について変わらず7億5000万円を提示。さらに取引のリターンにも言及していました。イサム氏、余裕を見て6ヶ月後に 1.5 倍。同席者、A 氏が探してくる金種には、1.5 倍でお返ししますよって言うたらいいんですかね。イサム氏、何やったら金利分何パーセントか。例えば 3% なりを2ヶ月先から払っておきますと、当初は1億5000万円の支出に対して3億円が返済される。つまり2倍のリターンが得られるという説明でしたが、この日は 1.5 倍に変わっていました。 A 氏、安全性がないとやっぱり紹介しづらい。イサム氏、エスクローやっていて、提供した資金がなくなることはないから。動画の中でイサム氏が繰り返し持ち出すのが、エスクローというワード。商取引の際に信頼のおける第三者を仲介させ、取引の安全を担保する第三者予託のことです。また、A 氏に支払う仲介手数料についてはこう持ちかけるのでした。イサム氏、 10% やったらどうやろか。同席者、いやーすごいこと。イサム氏、支払う時期は2ヶ月後ってあかん。 A 氏、それはそれでいいと思います。しかし先行きについては具体的な説明がないまま進んでいきます。動画には妹の存在を匂わせるシーンも収められていました。イサム氏が銀行の動きが悪い、東京スター銀行がと話をすると、同席者が東京都じゃないですかと返します。するとイサム氏、知事の方とはそういう話はしないからな、少しでも漏れると僕の場合はマスコミに狙われるのよ、本件も気をつけてやる。政敵っていうのはいっぱいいますからね。政治家っていうのは周りが大変なの。動画の最終盤には再びエスクローを持ち出し、イサム氏、エスクローの案件をきっちりまとめて、稼いでください、稼がせてください。前室の名古屋の公安関係者がこう説明を足します。A 氏は、イサム氏の口ぶりから、騙されかけているのでは、と疑念を募らせたようです。動画は商談の証拠のために残したのでしょう。果たして、実際はどうだったのでしょうか。文春は、稲川会系三次団体の構成員とされる A 氏に話を聞きました。確かにこの日、仲介手数料 10% が支払われることを確約する書面に判子を押してもらいましたが、進捗の連絡がなくて困っています。昨冬の時点では鉄を運ぶ船がもう間もなく出港するとまで言っていたのに、実際には全く進んでいなかった。今ではレール鉄の輸入ビジネスに実態があるのかすら怪しいと言わざるを得なくなっています。稲川会系の構成員、はい、私は現役の構成員です。なぜ動画を。1回目の商談で話が2点3点したので、後で確認できるよう撮っておきました。まだ禁止と話を進めていなくてよかったのですが、一方商談を持ちかけたイサム氏は何を語るのでしょうか。都内にある事務所を訪ねたところ、本人が約120分にわたって取材に応じました。サウジからのレール鉄輸入について、 3,4 年前から目をつけていたんやけど、サウジは金があるから鉄鉱石を買って天然ガスを燃やして溶かしゃ言い訳よ、あの国でガスはタダですから、日本企業に鉄を販売。三河港には戦前、世界最大の工業団地があったんですよ。
輸入したら名古屋の C 社と D 社に販売することになっていますよ。そのための準備資金が7億5000万円。そうそうそう。でも今は750万円でも OK なんだから、7億5000万は向こうが払いたいと言ってきた。出資すれば 1.5 倍になって戻ってくる。そんなもんじゃないよ。2倍3倍とまでは言わないけど。どんな概算なのか根拠を示すような人いないでしょ。ビジネスやってるんですから。妹の小池氏について触れると次のように答えました。商売で妹の存在は、僕の頭の中に妹をどうこうという気はない。一つ信用されているとしたら、俺は逃げられない存在なんです。逃げたり騙したり悪いことができない。都知事にアドバイスをすることも、なんやかんやでキーポイントではやってるよ。防衛大臣になった時も、兄ちゃんやったら何するって聞かれたから、自衛隊法をやめて軍法にしろって、自身のビジネスや妹について雄弁に語る勇氏。ところが話題が A 氏との契約に及ぶと言葉を濁し始めました。 A 氏と契約を結んだ、ここにはいろんな人が来るからすぐに言われても、反社会的勢力の人間だが知っていた？それはないな。反社嫌いなんや。ひどい話があって僕の名前を語っている人が3人おるらしい。サウジの鉄がどうのこうのって詐欺っぽい話をしているみたい。しかし A 氏との間で交わされた仲介手数料支払い確約書を見せると、思い出したように3人くらいで来たと話し出しました。契約書のようだが、契約は結んでいないけど確約はした。その後どうなった？動いていない。レール鉄の輸入に際し、マレーシアの銀行にエスクローをアクセプトされなかったんや。 A 氏と契約した 2,3 ヶ月後くらいのことやな。 A 氏はそのことを知っている。言ってない、言ってない。レール鉄の輸入が実現困難になったことを伝えずに、資金調達の仲介契約を結んだままだというのです。これでは実態の存在しないビジネスへの投資を持ちかけていたことを疑われかねません。この点を指摘すると、勝手にそう思えしかないわな。まあ僕は 100% 動くと信じてやってるわけやけど、と一生に伏したのでした。しかし取材が終わって約2時間後、記者の携帯が鳴りました。声の主は勇氏。さっきの支払い確約書だけど、 A 氏を紹介してくれた先の先に聞いてみたんですよ。そしたら逆に、すんませんでしたって言って、この話はもう終わったことになっています。確約相手である A 氏がこの話はなしでと、そうですそうです、そう告げると、電話は一方的に切れたのでした。 A 氏の方から勇氏に頭を下げ、確約を取り下げたということでしょうか。この点についても A 氏に確認しました。契約破棄に応じた？そんな連絡は全く来ていませんし、驚いています。そしてこう続けました。勇さんが小池都知事のお兄さんであるということで、話に乗った部分はあります。私からは自分の身分を伝えていませんが、持ちかけてきた時には反社でも何でも金が集まればいいと言っていた。取材が来て話が公になりそうになったから、一方的に契約を破棄する気なのでしょう。中東を舞台に起きた実刑とヤクザの投資トラブル、参戦を果たした都知事はカイロ時代のことも知り尽くす実刑に対し、どのような対応を取るのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。